一軍には行きたかったですけど、いやでも全然レベルが足りなかったなっていう。まあ監督にそのフォームはダメだって言われて、強制的に直されたっていう。どうしても一軍に行きたいっていうのもあったんで、結局ブレて変えたっていう。僕は埼玉県の、川越工業高校から平成国際大学に進学して、ドラフトで横浜 DeNA ベイスターズさんに、指名していただきました。でそこから裏方の方に回りました。今は、バッティングピッチャーと、広報やってます。はい、基本プロに入ってからも、取材とかも受けたことないし、ましては一軍も、登録、出場もしたことなかったので、出ていいのかなとか、そういうのはありますね。はい、やっぱそういうお話があったんで、受けてみようと思いました。始めた時になりたいと思ってたんですけど、まあ、だんだん中学高校でレベルが分かってきて、いや言うのも恥ずかしくなってきたんで言わなくて、なんで僕中学校の夢とかプロ野球の選手じゃなくて野球関係の仕事みたいなことを書いた記憶があるんで、まあ、そんぐらいのレベルですね。やっぱりプロ野球選手になるっていうのはもう恥ずかしい。そうですね、僕中学校の時めちゃくちゃ身長ちっちゃくて、今180あるんですけど、本当に中1、中2、中3ぐらいまでは、164とかそんぐらいしかなかったんで、だからなおさら言えなかったですね。高校生でやっとそのプロの方にちょっと見てもらえるようになって、でも高校生のままだったら絶対無理だと思って大学に入ったんで、大学生でうまくいってって感じですかね。まさかなれるとは思ってなかったんで、その中学校時代のチームメイトに聞くと、いやお前がプロ野球行けるなんてすごいよなっていう声がいっぱいあったんで、打っても外野行かないんですよ。もう手首ぐにゃって負けてファーストフライとかそういう感じだったんで、それがプロかっていうみんなの感想ですかね。一試合3本が多分僕のターニングポイントだと思いますね。そこからスカウトの方が見てくれるようになったんで、面白い選手いるぞみたいな感じで見てくれるようにはなりましたね。あでもあの時がそうですね、一試合3本打って人生で初めてホームラン打ったのがその日ですね。ああまぐれです、絶対に。風も強かったし、で1打席目に確かエンドランで空振りして三振したんですね。でそれでわやばと思って、でそこで吹っ切れて、もういいやってなって思いっきり振ったら入ったみたいな、それがたまたま3本続いたっていう。まあプロに入ったら もっとすごいバッターがいるっていうのは自分でも思ってましたし、まあ、タイプ的にまあバントだったりとか、まあ、次につなげるそういう選手だなっていうのは自分で思ってたんで、そこを目指してやってましたね。まあでも一番4年生の
成績が悪かったんで、監督からはいや、もしかしたらその指名されることはないぞみたいなと言われたんで、まあ、そこはもう覚悟してたんで僕も、あ、わかりました。でも一応大学の制服を着て会議室で待機してました。いや、もうドキドキですよね。もう指名されなかったらどうしようとか、そういう考えでずっと待ってました。わっていう感じですかね。本当に選ばれたよっていう感じでした。はい、横浜 DeNA ベイスターズさんから、7位指名を受けました。はい、まずは両親ですかね。僕寮生だったんで全然家族と会えてなかったので、まず監督からじゃあ両親に電話しなさいとっていうことを言われて、両親に電話しました。まあとりあえずおめでとうと、でもこっからが厳しい世界だから、とりあえず、まあ、また頑張りなさいという言葉をもらいました。ご自身の人生の中でプロ野球選手になれるっていうのって確信したタイミングとかってあったんですか？いやー、ないっすね。本当に4年生の時の成績がすごく悪かったんで、そこでよかったらプロになれるって思ってたんですけど、本当に一番アピールしなきゃいけない時に悪かったんで、本当に入団できてよかったなっていうのは思ってます。スカウトの方が彼のどういう部分を評価されたんですか？まあそうですね、声だったりその全力疾走の姿、そこが一番見てたと言われたんで、まあ打てなくなった時の姿とかそういうのを見て、こいつならいけるっていうのを言ってくれました。やばと思ったんですけどね、もう大丈夫かなっていう、本当にもうレベルが高すぎてこれは大丈夫なのかなっていうのはありました。怪我は一回もしなかったんですけど、やっぱり打席立つのも嫌だった時もあったんで、やっぱそんぐらいやっぱ自分と戦ってたなっていうのはありましたね。何が一番辛かったですか？やっぱ結果出ないのが一番辛かったですね、しかも大卒で1割3分4厘ですよ、1年目ファームで。ホームラン1本は打ったんですけど、いやでもやばいなって思ったんですけど。心が折れそうになった瞬間とかありました？いや、もう1年目は多分折れてましたね。もう普通にもうこんだけやっても結果出なかったらっていうのはあったんで、逃げたくはなりましたね。大卒のみんなは仲良かったですね。まあ基本みんな仲良かったですね。でも佐野は一緒に練習したりとか、一緒にご飯食べたりとか、いやバッティング練習見ててはすごいなって思ってましたね。ずっと新人合同10周年の時とかは練習終わって佐野と一緒にバッティングしたりとかしてたんで、まあ、なんかそのアドバイスもらったりとかそういうことはしてなかったですけど、まあ、一緒に練習してて、あ、すごいなっていうのは思ってました。そのバッティング練習中に柵越えとかなんかほぼほぼっていうか、まあたくさんしてて佐野は、でも僕一本入ればいいかなっていう感じだったんで、その差ですかね。まあ、皆さんによくはしてもらってたんですけど、やっぱり自主トレが一緒だった桑原さんですかね。あの人がいなかったら僕は自主トレも多分立山に行ってないし、立山に行けてその渡辺直さんとか、素晴らしい先輩方と出会えたので本当に感謝しかないですね。
本当に僕人見知りとかするんで全然先輩とかと喋れない。でも桑さんだけはなんか喋ってくれたりしてたんで、でお前自主トレどうすんのとか、いや全然わかんないです自主トレとか、とか1年目だったんで。で結局決まったのが農会の時だったんですね。1年目お前自主トレ決まってないんだろうって言われて、あはい決まってないです、うち来いって言ってもらって、そこからずっと喋るような仲になりました。いやもうずっと前向きですよね。まあ試合中まあ結果が出なかったらまあ悔しがるっていう時もありますけど、いやでもそんぐらいやっぱ熱い人で、まあ裏方になって分かったんですけど、まあ周りが見えない時もあるかもしれないですけど、でもそんぐらいやっぱ熱い人だったんで、この人についてってよかったなっていうのはありますね。いくら守備走塁があったとしてもやっぱりバッティングがダメだったら上にはいけないんだなっていうのは思い始めてきましたね、そのあたりで。やっぱりその2年連続そういう成績になるとやっぱり首っていうのもちらついてきましたし、もう逆になんか聞いた話によると、まあ、そういう名前が上がって、まあ、コーチがもう1年やらせてくださいっていう、本当かどうか分かんないですけど、まあそういうお話を聞いたことがあったんで、ここで一軍行けなかったらもうクビだしと思ってたんで、その2年目の秋季キャンプか秋キャンプで、そこでもう人生初ぐらいの量の練習して、午前中はずっとバッティングして、で午後はもうカートいっぱいのボールをノック受けたりしてたんで、まあ、夜は自分でしっかり夜間で打って、その1日が終わるっていう、そのずっとやってたんで。そうじゃあ2年目のオフから、まあ、秋からもう死に物狂いで、はい、言ってましたね。そうするとじゃあもう3年目にかける思いっていうのはかなり強かったんですか。そうですね、もうこの1年がダメだったら終わりだと思ってたんで、やっぱりも土台作っていったんですけどね。実際にそれをやってみて、その3年目シーズンはいかがでしたか。まあキャンまあシーズンが始まってキャンプが入るじゃないですか。まあ土台しっかり作った上でフォームとかもうこれでいけると思って行ったんですけど、そのまあ監督に。その方はダメだって言われて、強制的に直されたっていう。やっぱりその使ってほしいっていう気持ちが強かったし、どうしても一軍に行きたいっていうのもあったんで、結構悩みましたけどね、ホーム変えるっていうのは。これでいけると思った矢先のキャンプでホーム変えてって言われてだったんで、これで大丈夫なのっていうのはありました。でもやっぱ使ってもらいたいからどうしようっていうのもあって、結局ブレて変えたっていう話ですね。その時はみんなバットを寝かせろとか言われてたんで、まあ、それに僕もこうやって立ててやってたんで、それじゃダメだって言われて、寝かせろって言われて、はい、一気に変わりました。その決断って今振り返ってみてどう思いますか。そうですね、難しいですね。いやでも見て監督に 見てくれてるっていうか、そういうあれは嬉しかったんで、まあ良かったとは思うんですけどね。いやでも難しいですね、なんかその答え出せって言われても。フォームでまたなんていうんですかね、こうしっくりこないってなったら、またそのベクトルが違う方向向くじゃないですか。
このフォームが定まった上でピッチャーに対戦するんだったら全然いいんですけど、なんかこう結構気にしいなんで、あ、ダメかなとか、そういう感覚でもう全然ピッチャーと勝負できなかったです。8月後半ぐらいから打ち始めて、まあ、9月の最後まで打ったんですけど、まあもうその時はもうフォームも元に戻してやって、もう全部ホームラン打ってやるぐらいの勢いでやってたんで、それが意外としっくりはまっちゃって、まあでもその技術面ではなかったんで、技術面っていうのはこうやれば打てるとかあるじゃないですか、この後ろ肘をこう出してとか、そういけば打てるっていう、なんていうんですかね、こう打てる人は多分そう思って、なんかいろんなポイントがあると思うんですけど、僕にはなかったんで、それがその打ってる時にもかかわらず、もうなんていうんですかね、もう本当に気持ちがもう解放されたっていうか、もう首なんでしょうみたいな、そういう感覚でずっと打席立ってたんで、じゃあもういいや、全部ホームラン狙ってやるっていう気持ちで打席に入って打ててたんで、だから技術じゃなかったですね、あの時は。そうです、はい、もう首だからいいやっていう感覚ですかね。もう本当に悪いとは思うんですけど、でも内心そんな感じですね。その、まあ、最後の方は落ちちゃったんですけど、最初の方とかもう4割後半ぐらい打ってたんで、その8月後半から9月のちょっと頭ぐらいまでもうみんなに打席立つば打つねみたいな感じで言われてたんで、だからやっぱり気持ちかなっていうのはありましたね。その月の精神状態とそれまでの2年半っていう精神状態とか全然違うかも。ああ、もう全然違いますね、はい。何が違う？やっぱその2年、1年目2年目とかはやっぱ上がりたいとか一軍に行きたいとかそういうのもあったし、でもやっぱ自分とも戦ってるからなんか全然合ってないですよね、その気持ちと体が全然合ってないし、でもその最後のあれはもう純粋に勝負できたし、もう吹っ切れてるんで、そこが多分大きな違いだと思いますね。プロに入ってから正直模索してる期間って長かったですか？はい、めちゃくちゃ長かったです。もう分かんないなりにずっと探してました。いや、もうしっくりするフォームだったりとか、どうやったら打てるのかとか、もう日々結果を出すために考えてましたけどね。でも全然打席立ったら勝負できてないしっていうのが一番ありましたね。いや、それは思いますよ、本当に。1年目からああいうふうにやっていけばよかったなっていうのは思いますね。いや、もう思いっきりやればいいじゃんっていうことを言いたいですね。そこはもうなんかちっちゃくやらずに、もう大きく野球を楽しんでやればいいじゃんっていうことを言いたいですね。いやー、その1ヶ月ぐらいじゃないですか、最後の。もうずっとしんどかったっすよ、気持ちも。もうそうですね。でもその楽しいっていうか、ゼロにできる場所がその立山の樹脂トレだったりとか、そういうとこがあったんで、よし、また一から頑張ろうっていうのはあったんですけど、でもだんだんこう下がっていくっていうか、もう自分と戦っちゃってみたいな、そういうばっかでしたね。
9月30に終わったんで、シーズンがファームの10月1日に、はい、電話がありました。明日スーツ着て来てくれっていうことを言われて、わかりましたっていうことですね。来季は、契約結ばないからっていうことを言われて、わかりましたって。で、まあこんな僕を3年間、面倒見てくださってありがとうございますっていうのはちゃんと伝えて、はい、それでまあその球団職員のお話があるからどうって言われて、じゃあ前向きに考えさせてもらいますっていうことを伝えさせてもらいました、ね。いや、なかったです。もう本当に契約しないからって言われて、もう大丈夫ですっていう感じですかね。やっぱりその何かを掴んでバッティングが良くなったっていうのはなかったんで、気持ちが吹っ切れたから打てたっていうのはあったんで、それじゃ絶対長く続かないと思ったし、だからもうそれでやめようと思いました。クビって言われて、でその後にもう両親にやめますと伝えて、でまあその、まあ、お話をいただいたからそれを前向きに考えてますとことを伝えました。まあそっかっていう、まあでも自分が決めたその道なんだから責任持ってやりなさいと、そういうことを言ってくれました。振り返ってみれば、まあ辛い思い出ばっかでしたけど、まあ、納得いく野球人生でした。一軍には行きたかったですけど、いやでも全然レベルが足りなかったなっていう話です。最初僕いただいたのが野球振興っていう、あの小さい子供とかに野球を教えていくような仕事だったんですけど、ファームの方がフェニックス宮崎行く前に、倉本さんと細川が練習したんですね。ちょっと投げてよって言われて、分かりましたっつって、で投げてたらそれがなんか予想外にいいなってなって、でそれが上の方の方に話が行き、バッティングピッチャーやってくれないかっていう形でバッティングピッチャーになりましたね。そうですね、やっぱストライク投げて当たり前っていうあれだったんで、まあ、怖い先輩だったりとかはストライクが投げられなくなるような心境にもなりますけどね。そんぐらい、まあ、メンタルを使う仕事場です。そこはホームの時は2箇所で投げるんですけど、ビジターの時とかは1箇所で投げるんですけど、まあ、その時もちょっと、まあ、多分誰も見てないんですけど、なんか見られてるような感覚に陥って、いやストライク入んなかったらどうしようとか、そういうネガティブな気持ちになって、だんだんストライク入んなくなったりとか、プレッシャーもあります。火曜日から日曜日まで試合があるんで、それがもし、ホームだったら2箇所で投げなきゃいけないんで、絶対毎日投げます。それはやってますね。メディアに対応する仕事なんですけど、シーズン中であれば、試合中ホームラン打った選手だったりとか、先発した投手のコメントだったりとかを取るような仕事もしてますね。練習前に取材が入ればそれも対応するし、で対応したら、練習が始まるんで、まあ、投げて、でそれ終わって、まあ、試合だったら、コメント取ったりとか、でもし勝ってヒーロー対応のあれもあるんで、やってやっと終わるかなっていう感じですかね。あと、まあ、SNS の動画上げたりとか、そういうのもやってますね。全部が全部僕が上げてるってわけじゃないんでなんですけど、まあそういういい場面に出くわしたら撮ってるような感じですかね。
まあ僕一回もビールかけしたことないんで、優勝してビールかけしたいですね。でもその時メディア対応とかあるじゃないですか、集中できないなっていうまあでもやりつつしっかり仕事はしたいなと思います。まあ選手ではないですけど、しっかり選手を支えて、まあ優勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上になります。よいしょ。いやーやべえと思った。やべえ